感染者数が減少し、各地で行動制限の解除が進んでいます。先月30日金曜日、カリフォルニア州のディズニーランドがカリフォルニア州内の住民に限定しておよそ1年ぶりに開園しました。収容人数は定員の 25%、 マスク着用、体温測定、支払いはキャッシュレス、ソーシャルディスタンシングを維持しての再開となりました。3日月曜日、ニューヨーク州、ニュージャージー州、コネティカット州は感染対策として設けていたレストランや小売店での人数制限の大半を19日に解除すると発表しました。 This means that the events that we all associate with a summer, from fireworks displays to parades to the state fair, can all go forward as long as attendees are keeping 6 feet of distance. 3日月曜日、フロリダ州のデサンティス知事は感染対策に関連するすべての制限措置を解除しました。これにはマスク着用や学校閉鎖などの措置も含まれます。3日月曜日、ニューヨーク市では市の職員8万人が通勤を再開しました。17日からは地下鉄の24時間運行が再開される予定です。また6日木曜日からブロードウェイのチケット販売が始まりました。ブロードウェイの公演は9月14日に定員 100% で全面再開の予定です。こうした行動制限解除の動きに時期尚早だと抗議する人もいます。 We are still in a pandemic and public health crisis despite what the mayor says. I would feel most comfortable knowing that everyone had been vaccinated. Thank you.